勢いよく弾け出すのは高知に春を呼ぶひながし花きびです。県内で50年以上愛されていて、高知県版ひなあられとも呼ばれています。春らしい桃色、菜の花色、若草色の甘いポップコーンです。花きびを作っているのは高知市大津にあるあぜち食品です。見ているだけで気持ちがパッと明るくなる花きび、その製造過程もワクワクするものでした。工場には香ばしいような甘いような香りが漂っています。釜に近づいてみるとポンポンと弾ける音が聞こえてきます。華やかな見た目が特徴の花きびですが、原料はシンプルなポップコーン専用のトウモロコシ。釜に入れて5分、このように蓋が動いたら完成の合図です。出来たてをいただきました。サックサクです。ポップコーンが溶けると口の中に甘さがじわっと広がります。去年は新型コロナの影響で夏祭りや文化祭に出荷できず、前の年に比べて売り上げが8割減少しましたが、おうち時間が増えたからなのか、お家で皆さんで過ごす時間が多いのもあってなのか、去年よりとても多く花きびを出荷させていただいています。花きびは例年1月中旬から3月中旬にかけて販売されますが、今年は今日までに去年より1万袋多い5万袋が出荷されています。コロナ禍でやっぱりちょっと外に出られないとか、気持ちが沈みがちになると思うんですけれど、こういう明るい色の花きびを食べてもらって少しでも心が穏やかになってくれたらなと思います。高知の春の風物詩花きびは3月10日頃まで県内のほか中四国のスーパーなどに並びます。